7月21っすね。はい、とうとう、まあ、ようやくウッドデッキ作りになります。まあ、ウッドデッキ作る前に結構地面のレベルをだらさなくちゃいけないんだけど、そんなにやんなくてもいいかなっていう感じです。はい、なので、まあ、一応寸法だけ測って、あとはカンカンパイプをその先に屋根を作ってからの方がなんかいい気がしたので、カンカンパイプとかも測っちゃいます。はい、今回はですね、いよいよウッドデッキです。なんかね、長い間ウッドデッキできないとか言ってた割にはなんかできるっぽいねっぽいね。はい、ということで、まあ最初屋根から片付けてますね。正直何かを取り除いていたような気がします。雪止めが踏ん張れずに雪を流しちゃったんですよ。なんでちょっと雪止めごと落ちてて、で中途半端に残ってる雪止めを撤去して、それを何やら測ってですね、はい、まあ、多分、あ、確かね、この時すでにもう単管のカーポートの寸法も合わせて測り出してたんですよ。まあ、せっかく外で作業するし、脚立も使うしっていうことでね、まあ、ようやく作り始めました。これ作り始めて思ったんですけど、もうちょいね、どん付けで作ればよかった。廊下の大きい戸があって、そこから来れるようにはしたんですけど、残念ながらもうちょい車が入ってくる方の面を揃えたんですけど、そっちの面じゃなくて入る側ですね、あそこに面を合わせた上でこれは作った方が良かったですね。もうずっとあれ、寸法があれ、ちげえちげえちげえって言いながらね、もううろちょろうろちょろメモを持ちながら、あれあれあれっていう感じでしたよね。はい、午前中なんだけど、もうすでに汗だくだくっす。はい、まあ一応これコンクリートの型枠のやつっすね。これをこうやって置いて、本来だったらキャットスペーサーですね、で、水を切るんですよ。要はその塚に滴って落ちてきた雨が落ちちゃって塚の下の部分ですね、あそこに浸りっぱなしになると、その塚の特にビス打ち込んでる部分を腐らせるんで、そうするともう塚がここから離れちゃうから意味がないですよ。なんで、まあ一応水切りやっておきます。一応あとは防腐剤も塗ってあるんで、まあいずれダメになることは分かってるんですけど、まあ別にね、そこだけが悪くなるわけでもなく、まあそうなったらそうなったらっていう感じですね。はい、いう感じでやっています。で次で塚を作っていきます。はい、でまあここまず最初に言うんですけれども、これウッドデッキの製作費用はいくらだっけな、1480円かける、6つですね、6なので、まあ1万円弱ですね。はい、でもこの塚っていうのは、今年の3月に家帰ってきてたら崩落していたっていう風除室ですね。あれ解体して、あれの使えるであろうハテナマークっぽい、やつを使ってますね。でこれこの時思ったんですけど、やっぱり告げたら強いんですよね。なんでまああといろいろ一本のまま使えるやつがないかなっていうふうに考えた場合は、ちょっとまあ、ギリギリそれの寸法に合わせちゃった感じですね。だから、一本の材を継いで、強度そのままに、一本の材にできれば、まあ、良かったし、で、継いで長くしたんであれば、継いだところに、コンクリートブロックの塚を、コンクリートブロックだったらまだ、ボコボコに余ってたんで、それを積み重ねて、そこに、ね、面で、下から支えてあげるようにすれば、ウッドデッキの、足なんて絶対できたんで、だからもうちょい知恵が欲しかったっすね。だからまあこれ一回やらない限り、一回まあ乾燥して振り返ったからこそ、
分かることってあるんで、まあしょうがないよね。だって空き家買っても、空き家買って築古、しかも上買って1年生だからこれ3年目なんですよ。まあ、ここまで長く一つのことに取り組んだり、一つのことを考えたりしたことがなかったんで、まあいい経験と思ってます。はい、今日がちょっと今買い出しから戻ってきました。日中はほとんど暑くてやる気が起きないですね。はい。なので、まあ大体はこんな感じです。まあこれはちょっとまだ、これが一番良さげな木だったので、これを使っていきたいかなと思うんだが、あ、いいか。いいか。いいわ。まあとりあえず固定だけ先にしていきましょうか。今日は固定だけしてしまえばウッドデッキってね、早いできるのが正直な話で、ウッドデッキのあの足場板ですね、これもうちょいね間隔狭くてもいいのかなとは思いました。でも大丈夫な理由として、足場板がすげえあの3センチとか4センチぐらい分厚いやつなんですよ。あのよくあの内装屋さんとか大工さんが脚立を2つ用意して、でそれの最上段にその板を渡して、その板の間で作業するっていう足場板ですね。でちなみにこの足場板ね、なんか見かねた多分ね相当頑張ってるのは見ててくれたんだと思います。まあ見かねたんでしょうって何かを見かねたと思いますよ。必死で頑張ってはいたけれど、まあそのこうご厚意もあって、なんとなんとあのめちゃくちゃ硬いあの足場板をくれることになったんですよ。もういいよ、これ使わないからさ、好きなだけ持ってってって言って、もう好きなだけ使わせてもらいましたよ、本当に。だってもうそのおかげでこれ足場板がタダでできたっていうのはでかいっすよ、本気で、本気ででかい。でまあこの後にもなりますけど、足場板と杉材、壁の杉材もあれ、まあ格外って言って製品として出荷できないやつがどうしてもできちゃうんで、それだったとしても全然遜色ないですもんね。むしろあの柄とかなんか模様かな、それが真っ白じゃないからって弾かれちゃうらしいんだけど、逆にそれがカラフルでね、こっちも見てて楽しいんですよ。もう部屋のなんだろう、単純な木目調じゃなくてちょっとカラフルな木目調の部屋になりましたよね。少しおしゃれ。だからまあこれはね、足場を固定してますけど、やっぱりねこれ迷ったんですよ。足場をね、あともう3つ追加するかしないか。羽根子付きなんだっけな、コンクリートの足があるんですよね。でそれが30センチ、15センチ、あと40センチぐらいかな。なんか確かあれ3種類ぐらい、高さがあって、まあ、ピンコロもそれで隣で売ってて、そこでまあ何か、選べたんですけど、これ高いな。でもね、高くしたかったんですよね。だからなんで高くしたかっつったら、高くして湿度、湿気にやられるのをちょっとやめたかったんですよ。やめたかったっていうか、どうにか防ぎたかったんですよね。地面に近いと湿気でやれるし、まあマルチは敷いてあるんですけれども、まあそれでもね。まあまだここってすごい乾かない地面だから上がってくるんですよ、水が。水じゃねえや、湿気がねえ。だからそれでどうなのかなっていうのと、あと単純にあのビス打ちづらいっすね、低いと。あとここ低いと降りた瞬間にガクンと落ちるから、まあできればあまり落ちない高さにしたかったっていうだけの話ですね。はい、あ、今日は長丁場ですね。もう7時過ぎたかな。はい、こんな感じでできました。で明日がライブなので、なんか夕立ちとかはね、通り雨多いっぽいから、まあ、一応あそこにある材を全部こっち寄せて、それでブルーシートかけて今日は終わりです。でウッドデッキに入ってきましたね。で今ではもう完成してます。ルームツアーの動画まだ撮れてません。プレオープンは今年はしてます。10月20日までです。その後は出稼ぎ行ってきます。まあ内覧はツイッターからお願いします。バイバイ。